OK です、OK です。いやはい。ー、今日外なんおで疲すれね。様でした、お昨疲日。れ様でした。昨日はね、本当に。犬の散歩しながらああ、来て散歩しなます。がら。本当は MC じゃなはくい。て、もっと言いたいことがあったみたいな感じだったんですか。MC でもいいんですけど、ずっと聞いてたわけだから、まあ言いたいことの2、3もあるかなっていう感じですね。確かに、その立場だとわかりますよ。愛さんの対談を終えての動画も見あ、て、はいはい。まあ、あれ、あんまりなんか僕意見そんなに言ってなかったなと思って。あんま結り構言えなんてなかっか、たな。反省の弁というか、敗戦の弁的な、なんか、感じの動画でしたね。あ、まあ、なんか向こうの方がなんかずっと喋ってたような記憶が多くて、なんか、まあ向こうの圧がすごいな、みたいな。そういうのはありましたかね。特に橋口さんですか？ まあそうですね いや、まあでも中村さんもかなりのもんですけどね。だってもまあう、すね。ごかったですもんね、最初から。でなんでも、しょうね。どちらかというと、中村さんがザ・参政党だと私は思いますけど、どうですか？ああ、なんかその純あ粋のタイ培プで養しょ、参政の、党って。わかります。その運営母体のその考えはもう一切、もうそこは見ずに、ザ・支持者だけの目線を語ってたと思いますね。まるっきりだでからすそよのね。経営者目線とかっていうのは、まあ、ない視点でしたね。だもう純から、粋。私が、今回の騒動で、いや、結構、独裁化をあんなに宣言したら、参政党は結構みんな出るんじゃないのって思ってる一つは、中村さんみたいな、こう、心？大和魂みたいなところが、こう、参政党支持者の私は、ボリュームゾーンというか、多いとこだと思ってるんですよ。ああいう人たちは絶対嫌だろうなって思って、むしろこう、サイさんたちは、グローバリスト的って言うと怒るかもしれないけど、ビジネスチックだって言ってたじゃないですか。ビジネス好きって言ったのかな？サイさん。そうですね。だそういう人たちっていうのは、むしろこう、自民党だとか、サイさんもよく出してたこう NHK 党の工作だみたいな、こう NHK 党だとか、なんか、そっち側の人だったら、ビジネス、チックなの好きなんだろうけど、参政党の人たちって、そこが嫌いで参政党を選んだのかなと思ったんですよね。聞いてて。まあ、それもわかりますよ。まあ、純粋な人がね、初めて政治に興味を持ったのが参政党みたいな人が多いでしょうからね。それはわかります、すごく。純粋な、まあ、中村さんみたいなタイプですよね。多いのかなとは思いますね、確かに。まあ、それでも、残っている人もかなりいるようには思えるんでね。その辺は結構不思議なところなんですかね。だまあ、から、なんていうのかな。やっぱり、経営者目線がない人って、まあ、なんか、成果主義ではないと思ってるんですよ。要するに、反神谷派の人たちって民主的にやればもっと、なんか、成果が出せると思ってるんですけど、こちらは、いや、そんなもんあっという間に乗っ取られておしまいになりますよ。特に参政党は狙われやすい政党だから、主張も。もう、医療利権とかにも、まあ、真っ向から立ち向かってるから、そんなもん乗っ取りの対象になるから、その平凡なね、主張をしてる政党なら別に狙われないとは思いますけどね。それを分かってますね。危機意識の高さも違うんじゃないですか。なんか今そういう小さいことに囚われてる場合じゃないっていうのが、まあ、神谷支持派ですから。そういうとこもあるかな、違いは。それだと党員減るっていう結論になりません？だって、サイさんみたいなのって少ないでしょ？イスケさんもそうなのかもしれないけど、まあ、そうでね、イスケさんさっきは言あっれでたす理由よ。で、中村さんみたいな人がボリュームゾーン多いと思いません？そうなんですよもっね。と確かに言うと多ね、そうな印象。わかります、それは。実はいい質問だなと思ったのは、サイさんとイスケさんはなんで党員にならないんですかっていう質問。正直、サイさんは、参政党を支持するし、期待してるんだろうけど、党員になりたいと思ってないんじゃないか？党員で働きたくないでしょ？そうです、それ前からずっと言ってるんですよ。僕は、参政党に入ったら、絶対に僕は文句を言って辞めるようになるっていう。もともと組織に馴でし染めょ？ないから。
それを分かってるんですよ。いや、私もだからそうなんですよ。ビジネスマンだから、分かりますよ。賛成投資経営比で者のす人は特かとに。か、コメント欄で、あ、この学カフェっていうのは、私も最初から賛成と嫌いだって思ってたのに、やっぱり本性出したわみたいなのとか多いんですよね。おいで、おそい。こで、と考えたんですよ。確かにそうだなと。私は、賛成と嫌いじゃないし、中にいる人たちすごくいい人が多いから、そういう意味では好きなんだけど、絶対自分は入らないなとは思ってたんですよね。これは何でしょう？入らない理由は主に何ですか？ここはまあ採別算にと一緒かな。やっぱまあり自絶分対で合やわりたないこし、とがあや、るというや、か、合わないからか。ただビジネスマンに合わないと思うんですよ。特に経営者、マインドがある人に合わないと思うんですよ。だそうからだっ経営たと者しマたインドら、が同じようにある人が嫌いなんだと思うんですよ。神谷さん。だから、盲目的な人にいてほしい。中村さんとの対談で意気投合したんですけど、思考停止してますよ、皆さんってよく言うじゃないですか。最近は言わなくなったけど、参政党の演説とかで。でも、思考停止してる人がむしろ神谷さんは好きだと思うんですよね。どう思いそまれす？もやっぱり、それもやっぱり、ベンチャー企業の、もあるあるなんですけれども、目標に向かって、その会社が希望を与えるんです。なんかお金じゃないよっていう、目標に向かって、あなたも成長するんですよ、なんかそういう、すごく希望を与えて、がむしゃらに頑張らせるみたいな。で、その目標があって、初めて輝く人もいるんです。ああ、この会社に出会えてよかった、みたいな人っているんですよ。それは僕はベンチャー企業で散々見てきたんですよね。無思考というか、輝いてる人たちが多いと思いません？国政改革のなんか人たちの一生懸命演説してるのとか見て、この人たち本当すご思いう思なう。と思うわけ。でしょ？思いそうまです。す思あいれっまてす。別に無思考じゃないんですよ。あれ目標に向かう、もうまっしぐらなんですよ。だから僕も思考は目標重視なんです。だからなんか、もう中村さんとか、ものすごい小さいことを言ってんなと思うんですよ、ずっと。その細かい問題じゃない？それっていう。民主制を大事に、わかったわかった。だから、その乗っ取りを防ぐためだからとか、そこなんで考えないのと思うんですよ、もっと真剣に。まあ、向こうが乗っ取りを、参政党側が乗っ取りをさせたとか言ってるんでしたっけ？まあ、それもどうなんですかな。ちょっとよくわかんない、そこは。それか真っ二つですよ。そこの真珠湾の話は、まあ、ちょっとよくわからなかったから置いといていいんですけど、話戻すと、そういう中村さんみたいな人ボリュームゾーンをどうやって残すかじゃないんですか？だって、サイさんみたいな人を残したくないでしょ？そこ、党員にならないし。要するに、そうそう、僕は投票さえすればいいと思ってるから、党員数って全く重要じゃないと思ってて、重要なのは投票数だあ、とやっ思っぱてるそうなんから、だ。ただまあ資金は必要だからね、政党側も。だから、党員の方は、なるほど本当ね。に、僕よりもやっぱりワンランクアップで真剣に考えてるのかもしれない。僕はちょっと楽観的なとこがあるんで。納得。私のコメント欄にも、いや、党員数とか関係ないし、みたいな、その10万だとかなんとか、そんなくだらないこと議論しないでっていうコあ、メンすっトごいあった小んでさすいとよ。思います、それも。なんか、どうでもひいいでろこさす。んと。あ、そうなんだ。で、私は、いや、党員数増やすゲームじゃないのって思ったんだけど、まあ、それ投資票金のため数でとす投票ね。数は全く別物っていうことなんですね。そうですね。僕は投票数を伸ばしたいから広報がそれっ必要て、で、まあ、で、運営党員っていうのももちろん必要じゃないですか、政党にとっては。広報活動の、現地でしてくれる方の、あれもすごく大事だから必要なんだけれども。まあ、あれは余裕のある人がやればいいと思うんですよ、時間と。まあ、あるいはやっぱ危機意識で動かされてる人もいるとは思いますけど。まあ、でもそうなると党員ってやっぱり前提としてやりがい搾取じゃないですか。お金払わない。で、お金出せる人お金出してね。動ける人体使ってね。と。でもお金の関係じゃなく、日本良くするためみたいな。いうそうたですめね。に働いてもらうと。そこだからこは、そで我もあれ々入じゃない？りたくないと思うんですよ。わかります。で、結構参政党の党員の人たちって、参政党のそのミーティングとか、なんかそういう勉強会にも参加したいというパターンが非常に多いわけですよ。で、まあ、自民党とか維新とかも、多少そういうのやってるけど、もう参政党はとにかく勉強会が多いとか。
まあ、そういう特典はあるとは思うんです。全く違う他党とは。まあ、そこを目当てにして、で、コミュニティじゃないですか。だから、まあ言ってみたらオンラインサロンみたいに、自分たちと同じ仲間の人と直接触れ合う楽しさってすごくあると思うんですけれども。まあ、それがまたいいんじゃないですか。それがより大きく成長していくあれになるんですよ。地域密着型の方法だとすると。近所付き合いとかそういうのどんどん広がっていく可能性あるんで。まあ、それが楽しいっていう人も結構いますからね。で、危機意識ちゃんと持ってる者同士だからね。まあ、すごく頑張るわけですよ、お互い。教員の人たちは、じゃあ納得してるってことですね。要は、それが詐欺じゃないのみたいなことだと私は思ったんだけど、いや、別に私たちは、参政党で勉強できるし、コミュニティあるし、オンラインサロン代と割り切って、お金払ったり、こう、体使ったりしてるんですよ、と。別にそれをやりがい搾取と言われるならそうかもしれないけど、別に私たちは満足してるからいいでしょう、と。いう割り切り方だったらいいんですけど、私は自分がそうじゃないからか、それ割り切ってなくて、ちょっとうまい口車に乗せられてる形の人が多いんじゃないかなという仮説だったんですよね。まあまあそういう人もいみたんんじゃなない納のとは得し思いてまするけどものかね。な？今残ってる人はもう本物でしょうね。そういう工作の分断の云々でもかかわらず、もう成果重視で見てますから、みんな。その人たち、残ってる人たちは。だから、なんかそのみんな、騙されたとかって言ってる人たちって、なんかその民主制じゃないとか言うじゃないですか。その辺でもなんかもう全然何見てるのっていう話で、別に立ち上げた神谷さんが、神谷さんのその周りの側近たちを使って、例えばなんかちょっと仕事振るときも、まるで、なるべく近い人の信頼できる人になんか印刷のこととかも頼むわけじゃないですか。だから神谷さん周りの人が最初はちょっとお金、それび、あの、発注とかで回るのはそれ当たり前なの。だって、さあ、神谷さんのずっと10年付き合いがあります。神谷さんを信じてきましたっていう人に、それは神谷さんでちょっとね、政党がうまく流れたら、その人にちょっと恩返ししたいとか思うし、仕事ちょっと振ろうとかって普通に考えるの、それ当たり前だから。最初はね、特に信用できる人が周りにあんまりいない状況だから。その辺も全部、なんかケチつける人はケチつけるんだけど、なんだよ、神谷の方にお金が流れてる意識改革通してとか、言ってるけど、まあ、どこに仕事任せるかっていうのは、まあ最初はそういう考えでいいんじゃないと思いますけど。ケチつけるところは本当に、嫉妬？ どうしてそこにお金が流れるの？みたいな風に感じますね。そんなこと一切考える必要ないよって。成果。いや、嫉妬っていう広報。のはヒロミさんも言うんですけど、嫉妬じ感ゃじなまいすけよっど。て俺は言ってるんですよ。そこはね、嫉妬じゃないとは思いますけどね。なんであいつにお金回して、俺だって印刷会社デザインやってんのにっていうとこではない気はするんですよね。それは。そう思いだからまそす？のやっぱ意り。識改革にお金が流れてるってことに疑問を投げかけてる人はいるわけですいや、よ。それで、まあはそれ嫉が妬じゃ嫉ない、絶対妬、ないじゃないですか。全員が嫉妬じゃ嫉な妬っくてことて、じゃない。そこ全員がが絶中対。村さんみたいな、清いものを求めて参政党来たってわいかりまうすよ。人は、そういうずるいことやめろよと。大和魂っぽくないのやめてよというところで、それ嫉妬じゃないと思うんですよね。まあ、意識改革には確認、云々っていうのは、嫉妬で文句言う人もいれば、嫉妬じゃない人もいますね。なんかずるく感じてるんですかね。そう。ちょっとそれはあれなんで、いろいだから、ろあるシかもしンれガませんポーけルど。だとか、不倫もそうだと思うんですよ。私はもうあれ全面嫉的に蔡妬。さんの意見、違う。全然 あ嫉妬れじはゃない嫉妬ですでしよ。ょ、もっと。シンガポール、なんで？あれ不倫をに関シしンてガは。ポール羨ましいなとかって思ってたり、なんかモテていいなだとか、そんなことを思ってないでしょ、絶対。まあ、シンガポールに関してはまた別だけ中ど、村さん系のその、女にモテる云々は、まあ、嫉妬もちょっとあるんじゃないかなと思いますね。多少は。ないでしょ。ないでしょ。いや、じゃあ、ないよ。絶対そうないうのよ。嫉妬する人はとことん嫉妬するよ。
で、自分はさ、うもう自分がその立場になったら全然それするんですよ、みんな。はっきり言って。でも自分以外の人がそういう旨味をなんか得てるような感じに見てたら、嫉妬するんですけれども、とか、不倫の件、あれどう思ってます？不倫云々の疑惑？不倫もシンガポールも根っこ一緒だと思っていて、別にどうでもいいんですよ。それそうはですね。ね。だけど、私がイメージする参政党の党員っていうのは、まあ、まさに中村さんみたいな人なんですよ。その人たちは嫌なんですよ。そういう器用さを求めてきてるわけだから。サイさんみたいにこうビジネスチックに参政党を選んでないから、わまあ、かりま清すくなよ。いといけないわけ。参政党は自民党みたいに汚くないですよ。綺麗なというか、こう清い。そうですよと、みんなで作ろう参政党という感じでやってきたわけだから、あの人たちにとって参政党清くないといけないんですよ。まあ、なんでしょうね。確かだから、に、そう。情報元をどこ見てるかで、だいぶ考えも偏ると思うんでね。例えば、橋口さんは、もろ僕は武田さん好きですってのはもう、今回、暴露したことになりましたけれども、なんか見てる側、信じてる側の方向によっても、全くその辺、ガラッと変わるんで、ね、誰の言うことを信じるのかっていうところなんです。僕は武田さんとか赤尾さんの吉林のそのクーデターの一件のことを調べたでしょ？ X とかでもそのルフメールも流れてるし、もうとんでもないことを書いとるわけですよ。だから、それを見たら、工作、参政党側が操ったようには見えない。自分から仕掛けてるよねって、まあ、見えますけど。その辺見ればね。だからその辺は一切知らないと思うんで、中村さんたちは。知らないというか、その強さレベルで言うと、神谷さん一の緒。方が武田さんや吉林や赤尾さんよりも清いと、蔡さんは思ってるってことですよね。そこをね、あんまりさ、見てないかもしれない。まあ、みんな腹黒い。まあ、基本的にはもう、そんな、みんなワンマンの人やと思います。みんな各々ピラミッド持っああ、てなるるじゃほないでど。すか、似本当たに。者 同士だなんだ。から、基本的には、ただ、政治のことに関して、人材教育と組織を作る、その観念は神谷さんしかない。他の人、人材教育無理。興味ないでしょ、そもそも人材教育のこと喋ってないもん。そう、無理なんですよ。統率とかってまた全然違うから、人を束ねるとかっていう、その能力とかスキルとか。神谷さんは言ってみたら組織オタクですから。言ってみたらね。人材教育の仕事、ビジネスですからね、意識改革ってもともとずっとそれやってきてるんで。そのスキルが活かされとるわけでね。そういうのもなんか全体的に考えると、まあ神谷さんの方にやっぱり、まあ理があるなと感じてしまうんですよね。なんか、こういう点もありますね。なんかね、まあ赤尾さんはそうでもないんだけど、吉林とか武田さんって、とにかく自分が聖人かのような、自分は正しいみたいなことを言っちゃう人なんですよ。二人とも言ってるんですよ。私は事実しか言わないみたいなことを、これに似たようなことも言ってるんですよ、本当に。でも、神谷さんはどちらかというと結構、まあ、全然自分をそんな聖人扱いしてないと思うんですよ、全然。まあ、その点も、まあ、比較的信用できるかな、というのもありますね。多少小ずるいとこがあるのも、俺は素晴らしいと思ってるんで、その政治の世界で生き抜くためにはね。駆け引きとか、バンバンあると思うんで、人間関係の小賢しい人たちと渡り合う。サイさん、なんか心理学してるんじゃなかったでしたっけ？心理学、まあ、独学で動画一番たくさん見てるってで感しじですね。ょ？心理学の周りを。どっちの方が心神掌握に得かって言ったら、神谷さんの方が賢いわけですよ。だって、自分のことを自慢して、俺嘘つかないよと、もうこういうことしてきたんだよっていう人よりも、自分のことを一旦下げたりとか、ネガティブなことを言う、自虐的な人の方が賢く見えるわけですよ。確かに。だから、しかというとずる賢いのは神谷さんでしょうねと思いますけどね。てか、ずる賢いっていうか、そこは自分の見せ方を知ってるっていうだけだと思いますけどね。それがね、計算でできてたら、本当に、逆に本当すごいなと思いますね。だって、武田先生と吉井なんか自分でガチで、本気に僕は自分自立しか言わないとか、本気で言ってると思うから、でも、神谷さだんからは下手なんどうでなんですしって、ょそう。こは。全然わかります。だから、ただ、神谷さんも別に普通の人なんですよ、言ってみたら。
神谷さんの方が、俺は別に完璧じゃねえよと。そういうことを言うのが、俺普通だと思うんですよ。まあ、計算でやってるとしたら、でも、それはそれです。政治家としてすごいんじゃない？巧みだなと思いますね。そんなにすごい方法じゃないでしょ。だってみんなやりますでしょ。自慢します、再三。人前で。俺あん自な慢するこ人と。多いのはわかるけど、俺も昔自慢とかしてたタイプよ。でも自分で気づいてやめました。これすごいダセーなと思って。なんか他人の自慢聞いてるとすごい退屈なんですよ。あ、これ俺がやってたって思うと情けなくなってきて、それやめましたね。ちょっとなん僕はか、子供そじみてこるまで、その、神谷感さじんはすレるんベでルすよ。は、嘘言わないだとか、そういう人たちがどうですかね。それはそれでいいんだけど。そうですね。まあ、この辺も受け取り方、みんなあれありますからね。ただやっぱりこのクーデターの一なるほ件ど。での、も、詳細を見て、武田さんと吉林のその株は自分の中では大きく下がりましたね。やってることは。なんか非常に卑怯。むしろ僕は神谷さんがね、仕掛けたならそれは神谷さんも、それは卑怯なんですけども、やっぱりクーデターのこと調べると、赤尾さんもいろいろと繋がってくるんで、新潟問題とかも。だから、全く信用できないですね、本当に。そう今は思っなてるまほすど。ね。なんで、まあ、橋口さんまあも、で俺にも、は言えないことがあるとか言ってましたけども、別に言えばいいんじゃないのと思うし、どうなんですかね。何を思ってるんでしょうかね。一応昨日の終わった後あ、のぶっちゃけトーク、撮ってないかあれら、ですね。ぶっちゃけるわってやつ。まあ私もかっちゃんみたいに撮ってたんだけどね。ただ、まあ、あまれたさ全ない然け大しど。たことねえなと思いましたね。別に印そう、刷別のに大数したなこんとないんでて、すよ。別に、なんてことないと思うけど。それあなたの思い込みじゃないまあ、のっ収て支いう。報告書、いや、思い込みではないと思うんですけど、思い込みとは言わないけれども、収支報告書見てびっくりするよって言ってたね、じゃないですか。でも収支報告書には載らない内容ですもんね、あれね。意識別改に。革にどれだけ流れたかってことですよね。意識改革からお金が、そうそれです以ね。降石川は見え にないからいくね。らが払うんだろうけど、だから、収支報告書を見ても誰もびっくりしない状態になってはいるんですよ。まあ、そだのから、まあ、辺大もしたも話じゃなかったんですけどね。う、その辺も、正直、まあ、額がどれだけになるかわかりませんけどね、来年もね。来年じゃないか、あれ、年に2回、3回ぐらいやるの？収支報告2回かな？ 1 回しかやんないのかな、あれ。そんな大規模で四半期ごとにするんですか？政党は年に1回か。まあ、わかりませんけどね、来年どう多なる分。かは。ただまあ、俺はそれもどう、ぶっちゃけ、なんでそんなに、そんな部分が気になるのかがよくわからないんだよ。だから、さっき言っとにかくた、疑私いはたいんずっでしょうと、ね。清さを求めてるのが参政党員だっていうのが、逆に、蔡さんたち、なんでそこが気になるの？みたいな。言うんだろうと思ってた。確かに。だって、参政党の清会員ささんんって、そうね。いうタイプじゃんって。というか、まあ別に他の政まあで党も、のどす黒さをみんな知ってるし、気にならなくなってんじゃないの？ 11兆が横流しされるような日本ですからね。そういう横暴の方が大事だから。だからよく見るじゃないですか、僕たち側の意見で。そんなことよりも自民党の方を叩いてくださいみたいな意見結構見ますよね。参政党を叩く暇があったらみたいな。まあ、それも一つの、まあよくある意見で、僕もそのように思いますけどね。ちっちゃいなと思いますね、みんな叩くところが。蔡さんと私、こがましいけど、なんか、喧嘩にならなかったのは一つに、まあ、似てるからかなと思ったんですよ。今聞いても。そのビジネスチックだし、党員になりたいとは思わないしって。で、我々みたいな人間は党員じゃないと思っていて、中村さんみたいな人が党員であると思っているんですね。そうなっ幅とたしとてきね。に、今、まあ、どれぐらい抜けるか、どれぐらい減っていくかっていう話するときに、それぞれなんですけど、どう思います？もうほぼほぼ抜けたと思います？いや、だから、もう今言っ残たってる通人たり、ちは、岩盤支持層と言われる。岩盤が残ってるんでしょうけれども、ただ、別に岩盤以外の人も結構残ってるんじゃないですか。だから、そのコミュニティが楽しいわって、別に、
本部がどうなってようと別に関係ないわという人もたくさんいると思うんですよ。とにかく、その広報活動を頑張るぞっていうふうに、別に上がちょっとなんか儲ける行為をしていようが、別にそんなこと気にならないわけですよ。もっと大きな問題に立ち向かってるんで。そういう人も多いんじゃないかなと思いますよ。だから事実かどうかわかんないことをいちいちぐじぐじ悩んでないでね。そういう人たちも多いかなと。まあ、まあ、参政党だから支多持者結分、構ポジティブ。うん。木村さんは一人たりともこれ以上やっぱりやめてほしくないっていう考えだったじゃないか。なんだけど、まあ、サイさんも会わない人はもう嫌ならやめろみたいな、神谷さんが言ってた通り、もう本当に会わない人とはお別れしたいですという考えで、それなら私もいいなと思うんですよ。うん。もちろん嫌なだから人そがこま残るっで、てちょっと考えられないもんね。今はもうそのお別れはだいぶもう済んだ感じですかね。中にいて、まあ一苦まあ。八苦言いながら、婚姻続けてるみたいな、吉田さんみたいな人。ってい特うにのは支部もが、うほぼいないのか。支部が不和で満載で崩壊状態のところはみんな辞めてるんじゃないですか。でも、まあね、佐藤健さんとか、佐藤健さんとかね、その木村さんのチームとか、全然何言ってるのあなたたちっていう反応じゃないですか。いや、僕たち全然自由にやってますけど、みたいな。ちょっと不思議がってるぐらい。いや、本当にそんなことがあるんですかねぐらいの他人な感じなんですよ。その状況が、鹿児島とかの状況が。で、そういうまあ、とそころれが俺で5万支部とあにるとば思うらんで。つきが、私もインタビューしてる中で、やっぱり支部によって違うって、支部それぞれっていうのはもうその通りだと思うんでですすよよ。ね。だから、十把一絡ぎにはできないとは思うんですよね。それは支部長の力量なのか、たまたまそのメンバーがいい人集まってるのかとかってね。まあ、そこはわからないとこだから。なんだけでど、ね、やっぱりまあ、おかしな支部っていうのは、まあ、鹿児島を一番見てるからかもしれないんですけど、あるし、田村さんと吉田さんとの話でも、もう普通にチャットワーク上の会話が全て法案が入って監視されてみたいな、それが評価につながる、役員の役職につながるみたいな。それって居心地は良くないじゃないですか、絶対に。そうですね。で、鹿児島と宮崎なんて交流してないのに、そう、うちもそうなの。え、やっぱそうなんだ、みたいな話になるから、傾向としてやっぱあると思うんですよ。そういう。ね、僕、今の話聞いてちょっと僕疑問、取材してほしいなと思う点が、上野さんは聞いたことないんですか？鹿児島支部がなぜ、何よ。そういう状況になったのか、その規制が厳しいような。それ基本的に学カフェさんの存在が悪だったわけですよね、本部からすると。それ、ね、じゃ私、そそんれ、な大きくないから。そうですよね。でもそれ以外にもそれ原因あっはたん確かじゃにない一つの？はあると思うよ。だけ一つでど、すよね。それ以外も知りたい。それ鹿は児島そうで支部す。でどんなことを上に提言したりしてたの？どんだけわがいや、まま基な本的に人がいたの？っていうことを聞きたい。いや、支部長ですよ、支部長。支部長は、私もね、会ったことない、見たことあるのかもしれないけど、どの人が支部長かわからないぐらいの方で、不和の原因？もう、だからそこですよ。やっぱ支部長なんでしょうね。支部長が本当に、要は、偉そうだ。不和をすごく作り出す原因のところは、それは本部も厳しくなんかあるんですよ。制裁を下すというかね。ただこれも知ってほしい。それは、ここだけいいですか？ですね。支部がどうもうぞ、結どう構崩ぞ。壊的なところもあったんですけれども、一回壊れたけれども、新しく選抜してめちゃうまくいきました。まあ、それも長く続くかわかりません。一旦でも落ち着きましたっていうところもあるわけです。確か静岡だってなんかピンチだったのがちゃんと復活したわけですよ。ちゃんとした支部長を選任してまとまったわけですよ。そういうこともあるんで、鹿児島もそうなればまた復活すると思うんで、そんなに俺減ってないと思うんです。まあそうね。支部長が本当にできない人間でも本当にダメな人ってたくさんいると思うんで、任せて失敗だった人は。そこはでも復活することもあるんで、それはどうかなと思います。それ何だ箇所とかし聞いたたんですよ、ら、復まあ、活劇。どうなんでしょうね。参政党は、党員にどんな人を求めてるんですかね。私はさっき一つの例として、思考停止してる人に向いてるよねって言ったんですけど、
だからまあ、目標に向かってそう走じゃるなほいんですど、か。むし、だってさ、言論統制はある程度必要ってお考えでしょ？それはもちろんです。不蔡和さんとをかあんまは。り起こさないためでしに。ょ？だからこそ多分吉田さんだとか橋口さんだとか中村さんだとか会わなくなるわけ。あの人たちは出るべくして出る人たちなわけじゃないですか。まあ、権利主張が強いですからね。おそらく。佐藤健さんの時も言ったんですけど、自己主張の強い議員っていうのは合わないと思いますって佐藤さんが言ってて、まあ、なるほどなと。多少あるとは思いまもうす。ありますでしょ？多少あると思います。でも、私のコメント欄で佐藤健さんが、いや、自己主張が強い議員はダメって言っただけで、党員はどんどん自己主張してほしいんですと。だって、辞める時も、何が不満なのか言ってから辞めてほしい。なんで言わないのかわかんない。こんなに風通しいい確のかに、に。みたいな言ってたじゃないですか。だから、ちゃんとコメント欄で訂正が入ってたんですよね。僕は言ったのは議員に関してですと。党員はなるほ違いど。ますと。どんどん意見を言ってほしいんですみたいな。でもね、議員も党員も、あんま自己主張強い人は合わないんじゃないのって思ったりするんですよね。いや、まあ、基本的にどの世どういっ界でた。も自己主張強い人は問題を起こしやすいです。どの業界でも、普通の会社でも、そんなもんです。でも、そこでまた問題が生じて、やっぱり参政党ってみんなで作ろう、みんなで政策話し合おうみたいに言ってるわけだから、抵抗としてそれを、そういう人たちをマグネットでこう、引きつける方じゃないですか。どういう人を引きつけどうるんしてですもそか？ういうまあ、人たちがいろん入っな人て、が、それはいろんな人がいろいろ入っ自己てく主張とる。いうか、そういう人も入ってきますね。それはもう会社の面接と同じでどうしても入り込んでしまいますね、多少は。いや、それは平等に入るんじゃなくて、あ、まあまあ、平等に入らない。結構偏ってそっちの人たちが参政党なら自分の言いたいこと言えるんだとか、主張聞いてくれるんじゃないかとか、政策に入っていくんじゃないかと思って入ってきやすくないですか？だから私はミスマッチのこと言ってるんです。参政ああ、なる党ほどにね。入あ、る人と、それちょっとわかります。なんか、問題を起こす人。要するに、その政策とめっかちゃね。ミスマッチを起こしやすい、ミスマッチを起こいや、しやわすかいりま採すよ。用活動しちゃってるじゃないですか。今のは、うぬさんの一個つながりましたね。確かに。その、ね、どんどん、その政策とかみんなで考えようって言ってるのに、自己主張の強すぎる人を弾いてはいけないっていうのがある。ただ、そう、強すぎるっていうのは、あのね、不和を起こす強さなんですよ。なんかその喧嘩とか、その不和が起きない自己主張の仕方もあるわけじゃないですか。僕はこう思うっていう意見で、自己主張の強い人の特徴として、もうマウント癖とかあるんですよ、普通に。だからそういう人が上に立っちゃうと、もうエコひいき半端なくて、反感を持つ党員がいっぱい現れて、本部に報告するんです。だから、その自己主張が強くて、性格が良ければいいですよ。尊敬されてる人ならいいですよ、自己主張が強くても。全く尊敬されなくてマウント癖のあるような人が上に立ったらそれはもうダメでしょっていう話で、それでどん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 自分の好き勝手言って、もう党の文句とかを言うわけですよ。これダメやった、あれダメや言われるって、自己主張強い人は、ものすごいもう、不平不満をみんなの前で言い出したりするわけですよ。本部あかんなとか言って、それはもう崩壊しますよね。急いで変えないといけない。典型まあ例なんでだす。けど、それは参政党が被害者みたいに言うんだけど、ぜひ改善してほしいなと思って言ってるんですよ。要は、被害者じゃなくて、そういう人たちを打ち出し方として、引きつけるような打ち出し方してるから、そういう人たちが何言ってることと違うじゃんでアンチになっていってるんですよ。なんて広報すればいいんですか？入れるときに。まあ、それは考えないといけないですね。だから今の、違う、今のでいいんですよ。ああ、独裁系ですよと。今、方針転、方針、そう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 。今、方針転換して、だから私は、神は独裁体制になって、私はむしろ好きになったんですよね。そっちの方がいい。一緒入でらなす。いけど。それならいい。でも入らないよ。だけど、それを分かって入るんだったら、今から問題なくなるわけですよ。まあ、でも、どうなんですかね。やっぱり、当然参政党って名前は変えないだろうし、変えなくても名前いいんだけど、そう、みんなで政治に参加できる党、参政党みたいな、そこを強調しすぎると、また二枚舌だとか、問題を起こすことになるかなという気もするんですいや、だからそこも、あのね、よね。そう大きく勘違いされるのは、
何でもかんでも別に言うことを聞くわけじゃないって、こちらがみんな言ってるじゃないですか。うん。でも自己主張のわ強いかるわ人っかる。て、自分がどんな意見を出したか一切言ってないんです。で、それがどんな飛び抜けたことを言ってるのかわかんない。それ何を蹴られたのって言ってんのって。それ当然蹴られることを言ってるんじゃないのとかって僕たちは疑問に思うわけ。で、普通に参加できてますよ。ね、みんな参加する政党だと思いますよ、今も。で、神谷さんも笑いながら、いや、だから、ちゃんとね、僕はね、部下にいろいろ任せてる部分も大きいし、で、その何でもかんでも許すわけじゃなくて、でも、ちゃんと意見も言ってもらってるよっていうふうに、ちゃんと言う、本人も別に発してますよね、そういうふうに。だそれの、自己主張強い人はもう飛び越えてるんでしょ。だからその辺もなんかもうぶっ飛んでるんでしょ。もっと言うことを聞けやと。下の言うことを聞けや、みたいな、なんかあるんでしょうね。だからそういう人たち、入っちゃいけない人たちが入ってるっていう話です。それはそのど、人たち何入っをちゃやいってけなも入っかったてくる人んじなゃんないでですか。か。そうだね。いそや、れでもそんどうなやっこてと蹴ない。るんやろ。そんもうなここれとかならい。分かって入ってくるんちゃいます。賛成、なんで参政党だけ叩くのと。自民とか維新とか、こんな弱小政党を叩かないで、もっと叩くところあるだろうとかって、ヒロミさんはいとかはいもはい。言うじゃないですか。みんないますね。っていうのは、やっぱりね、賛成党は叩かれてると思うんですよね、他と比べて。っていうのは、さっき言ったように、そういう人たちを集めちゃったからなんですよ。あ、そういう人を上に置いちゃダメ根だかよら出たね。錆なところはあるんです。いやたでだも、今後は良くなるとは思うんですよ、だから。ただね、いやそこもでも難しくない？だって、結構中間管理職ってクズな人多いってで言うじゃないでも、すか、現実問題。でも、なんでその人がそこのポジションに経営者に認められていっちゃうのかっていうところって、やっぱ経営者も見破るのは、そこはなかなか見破れないんですよ。本当に。すごい仕事ができるんですよ。言うても自己主張が強くてキビキビしてる人って言うても。なんかできるっぽいんですよ。すごく。ハキハキしてる。あ、こういう人には任せられるかもって思っちゃうんだけど、性格がもうなんか、えぐいんですよ。ちょっと逸脱するような自分勝手を発揮するというか。そう。なんか下にいるときはいいのに、上に置いた瞬間になんか間違った選ぶり方をする。先輩面をする人っているから、わかんないもんですよ。面接とかやってると思いますけど、その神谷さんがね。わかんないですよ、本当に。正体は相手の。だからどうしても、上の方にそういう人が入っちゃう。無理。そこはもうギャンブル。そう思います。今のね、形でいいと思う、間違って入った人たちがいなくなって、そしたら神谷さんもやりやすくなるだろうし。まあ、確かに、その募集の仕方をちょっと変えましょうっていうのは確かに。まあでも、今変わってんじゃないですか。もうだいぶ暴露してるんで、神谷さんも。だから、なんだけ改善ど、に向かってると思う。そうなってくると、ちょっと改はい。善に向かってるんですけど、そうなってくると、岸田さんが言った質問の、本当にそれで、党勢拡大とか、衆院選のことだとか、戦っていけるんですかってことにはなると思うんです。やっぱり、この体制を標榜して、問題はなくなる、アンチがいなくなるというふうにはなるだろうけど、あんまりそれって魅力的な、昔の参政党と違って魅力的な体系じゃないから、入ってこないじゃないですか。と思うんですよね。ああ、やっぱり、そうなまあ、ると、武田ブランド党とか勢失われ拡まし大たがね。難しくなってくる。武田ブランドもだけど、もう独裁体制になると、やっぱり拡大が難しいっていう。アンチとかそういう問題も減るけど。まあ、確かに独裁という言葉そが、こはやっね、ぱり先走ってますけど、まだ全然参政党らしさは全然残ってると思うんで、どこまで求めるかじゃないですか。まあ、あと、どこまでなんか悪しき情報に毒されて、もう受け付けないようになってるのか。だから前向きなんですよ、参政党支持してる人って。で、批判してる人ってもうネガティブなんですよ。もう顔にも出ちゃってるんですよ、ネガティブ感は。割と。まあ、出ない人もいますけれども。いあ、や、このお人ずっ互いにと多そういう分批そう判思っがて多るいんから。だ、みたいな。まあ、確かに、それもあるかもしれんけどね。互いにそう見えるかもしれない、それは確かに。だからそそうのです国政改革の人とか、その党員、今活動されてる人は、なんかすごくポジティブだなと思いますね。やっぱり批判ばかりしてる人って、なんか顔が明るくないというか、ね。他いや、にでなんも、か昨日のあ、昨日の反ありま省し点た。があるとしたら、ちょっと3対3はちょっと欲張りすぎたかなっていうのをすごく感じて、ただ、まあ、いろんな意見は、まあでも、あの3、その、
反神谷派もちょっと微妙に、ばらつきがあったから話長くなりましたね。本当に。だって、武田君じゃなくて反神谷派の質問2つしかやってないもん。で、僕も最後の質問やりたかったから急いで5つ回したけども。そうですね。ちょっと、駆け無足理で。はありましたね。というか、もうちょっと、あのメンバーだったら、平行線じゃなく、歩み寄れるかなと思いきや、でも、サイさんは平行線だったのは、計画通りだったけどっておっしゃってましたね。そうですね。平行線にはなると思ってたんですね。それは上野さんもそう思ってたでしょ。なんかそんな、お互い分かり合えるいとこやいや、ないと。私は、ちょっと希い望や、あったんですもちか？ろん分かり合えることはなかっただろうけど、私の予想よりは、全然分かり合えなかったなっていう。ああ、そっか。いや、でほんのちょっとも、ですよ。私も平行線からちょっと向きが、こう、どこまで行っても平行線じゃなくて、ちょっとでもね、角度つけば、どっかで交わるわけだから、ああ、なるほど。おお、面そ白いこでぐすらね。いまちょっで、とでも角度つけば。いや、だそうそう。から、その分断の件だけは、まあ、意見違うけど、別に他の件では意見合うわけじゃないですか。言ってみたらね。まあ、その人を嫌うっていうところまでは別に言ってはないんで、まあ、そういう意味では交わることもできるっちゃできるけど、でもやっぱり、まあ、大きな部分で違ってるから、厳しいかもね。でしたね。ですね。だから、まあ、上野さんとの、僕たちのその絡みも、もう終わりが見えてきてるのかもしれないっていう だから、たまに、すっごいたまにぐらいになるのかな、みたいな、なんか問題が起きた時にまた。これはね、わかります。そちらとしては、これを清算して前に進もうと。で、私の中のコメント欄には、わかってると。絶対にあなたたちは終わらないと。いうふうなコメントも入ってるし。ずっと攻撃し続けてくそう。ると思う。いろいいろや、と。違うんですよ。言い訳すると、さっき言った、お別れがちゃんと済めばいいと思うんですよ。そこまでだと思うんですよ。上のゴー人ルは。間同士のね。いや、上じゃなくて遠いなくても。も、そうですか。誤解して入ってる人たちがいなくなってほしいでしょ？サイさんも。まあ、それは自分で気づいた時のだから判その人断たなちんですが、ね。その人たちがアンチになっていくわけだから。めんどくさいああ、人なたるちほは早ど。く切っておきたいじゃないですか。だから、その人たちがいなくなって、前から言うように、そういう、神谷信者って言うと怒られるかもしれないけど、こう、支持者ね。本当の支持者だけになって、独裁だってもう分かって入ってるよ、という人だけになったら、もうこれも自由じゃないですか。そういう党なんだもん。まあまあまあ、そうですね。まあ、でもそもそもまあ全然みんな気にしてないから、でもそこ、そんなに。独裁っていう言葉が走ってるけど、それある程度当たり前じゃないですか、スタートアップの時はどこの政党も。まだスタートアップなんですよ、参政党は。ちょっと、慎重すぎて。それはもう2、3年経ったからもうどんどんね、スタートアップじゃないだろうと思う人もいるかもしれないけど、まだ、ちょっと参政党もどっしりと組織しっかり構えていこうっていう、それを考えてるから、まだスタートアップなんですよ。だから独裁じゃないとダメ。了解了解。ということは、じゃあそれでいいってそ言っこみんてなるんだけ受け入れど、てるから、支持者は。ということは、サイさんは、間違って、中村さんとかみたいにこう間違って、みんなで作ろうって言ってたやんという、そういう参院選の時か、その前からいた党員も、ちょっと待ってよと。今、時期的に早いから、そうするから、ちょっとの期間待って、離党しないで残っといてと。いう気持ちなのか、その人たちはもう早く一回出てもらって、後で入るでも何でもいいから、私は後者の方だと思ってたんだけど、そうじゃなくてちょっと待っててっていう感じです。待っててっていうのは全くないですね。もう、各々が決めたらでしってょ？思います、それは。だから僕たちが、みんな、やめてください。もう気に入らなかったらやめてくださいっていう、僕はそんな広報は別にしないけどね、僕個人はね。まあ、それは各々まあ、がそれだ決けめるだこととだ思うんですかよ。ら。なんか別にそこもでも、上野さんも別に何ら心配する必要ないじゃないですか。辞めたい人は勝手に辞めればいいし、なんか上野さんがそんなそこにこだわる必要も全くないと思いますと。
各々の判断に任せましょう。知ったこっちゃないというか。もちろん衆議院選があるんでね。それはもう抜けた分は取り返すために頑張るのみですからね。こちら側は。私は楽ですしかっね。たです、昨日。こちらちょっとあんまりいい出来じゃなかったんで。あまりね。なんか、本当に中村さんとかが気持ちよく喋ってたなっていう。まあでも中村さんの卒業式でもあったんで、いいんじゃないですか、結果的に。分橋かりま口しさんた。はもう議でも、論にならないと思いました。この人とは。そんなことないけど。この人は全部自分が俺は見てきたんだとか、なんかそんな感じばっかりなんで。みたいな。思い込みが強いなっていうふうに感じた。そうか。だって、武田さんでのも、あ悪れいともあこれが何一で。つないっていうことでしょ？あの人は。すごいなと思って。あんだけのことやっておきながら武田さんはね、感ね、想です。矢口さんは確かに、非はないって言ってましたね。ええ、吉田さんも非がないって言ってました。いや、吉田さんは非がないでしたっけ？非がないです。もう非があるもなしも全部神谷さんが決めることだからって言ってたんで、それはもう非がないっていう。それはちょっ中と村行きさ過んぎかは、なと思いこっちにも責任あるよって言ってましたね。ます。中村さんもほぼ非がないっていう意見でしたけどもね。だって、その冷却期間というか、連絡取り合わなかった期間、武田さんがアクションを起こさなかったのが悪いんじゃないっていうのは、それ別に大したあれじゃないんで。まあ、ほとんど非がないっていうこと。僕たちが非があるっていうところは、クーデターの内容が、著しく神谷さんの人格攻撃をしているっていうところが、こちらは許せないんです。わかります？三連射の人たちの人格攻撃を知ってますか？あなたたちっていうこと。神谷さんに対する。で、それをされた神谷さんが反省するわけねえだろって話なんです。こっちがそう来るならこっちはこう来るって切り返すのは当たり前なんで、これはもう政争ですよ。派閥対決。だからその辺も情報を知らないんじゃない？まあ、中村さんも多分知らないと思うけどな、そのクーデターの内容を深く。武田さんの配信見てある程度把握してるのかもしれませんけど、あれ全部武田さんの都合のいいことしか言ってませんからね。ちゃんと両方聞かないと意味わかんないと思う。そう思いますね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。また何かあった時に、また、ぜひ、取材まを。たよろしく。ありこがとうごれ、ざいます。ぜひ映像全部使ってください、自由に。僕 NG あわりかりませまんしし。た。で、上野さんが悪意りのあがるとうござ編集してたら、僕が次にアップしますんで。あ、この人悪意のある編集してると思ったら、編集し返すんで。私が編集するわけないじゃないですか。編集まあしまあ、ないであげまそう、すよ。確かに。そうですね。わかりましだった。て、では、ありがとう、のんじ昨と。日の動画だって、人が集まる前の部分も使ってますからね。あ、そっかそっか。すごい、すごい、そこは。あでりがとうごは、ざいます。ありがとうございます。失礼します。